今週の注目ニュースを新保さんと解説するズームオン。まずズームするニュースはこちらです。北朝鮮が6回目の核実験を強行。ズーマン。3日日曜、北朝鮮が去年の9月9日以来となる6度目の核実験を行いました。爆発の規模は広島に落とされた原爆の10倍以上とみられ、北朝鮮は国営テレビを通じて水爆実験に完全成功と発表しております。何回か爆発力の大きさが訂正され、一番最初は70キロトン、はい、その次120キロトン、はい、それから最終的に160キロトン、そうです。これ最終的な160キロトンというのが一応確定値と、なんでこれ爆発力の大きさが2点3点したかというと、はい、最初の、波動の大きさがマグニチュードいくつなのかというのは、発表機関によってバラバラで、はい、最終的に国際機関が6.1と発表したんで、はい、それから推定して160キロトン、だけど完全にコントロールできてるのかどうなのかが分からないよね。だって爆発の上からの衛星写真見たら山がぐずぐずに崩れてて、で2回目の地震みたいなものが起きたっていうふうに一部中国かなんかが報道したのかな、はい、なんか2回目の地震が起きたって、要するに実験の行動が多分崩落したんじゃないのって言われてて、でも実験行動が基本的に爆発力に耐えるだけの設計になっていないっていうことで、下手をすると山ごと崩れる可能性が出てきた。山ごと崩れりゃいわゆる下に溜まってる死の灰みたいなやつが地表に噴出する可能性がありますからね、はい、本当にシャレにならないね、ここの国は。中国なんかは特にその辺をこう危惧しているという。中国まで国境まで、ブンゲリから国境付線まで200キロです、今回の実験場。そういえばどうしました、最近、はい、最近売り出し中って怒られちゃうけどさ、売り出し中でもない、前から有名なのかもしれませんけど、はい、北朝鮮の専門家ってほら前この話したかな、割と数が少ないって話で、なんかあると東西出まくるっていう、昔はリーオンファさんっていう人がいてですね、はい、関西大学の、最近出てこなくなった。リーさん、そうですね、どうもなんか北朝鮮に一服もられたんじゃないかって噂があったんですけど、いやそんなことないでしょ。いやリーオンファさんっていう人はね、私ものすごく前から知ってるんですよ。レンクっていう、レンクじゃないんだよ、一番最初は。そのこと前なんだ。朝鮮総連かなんかの、要するに党首だったんだよ。つまり北朝鮮に対する、要するに在日朝鮮人に対する迫害だとか差別だとかっていうのの戦う、つまり対日本に対して戦う党首の人だったんだよ。そうなんだ。ガチガチのどっちかというと朝鮮総連の党首って俺なんかイメージだった。へえ。ガチガチの朝鮮総連の党首だった人が、はい、北朝鮮に半年かなんか留学に行って、帰ってきた途端に反北朝鮮の党首になっちゃったんだよ。そういう歴史の人なんですよ。そうなんほんで、歯切れもいいし分かりやすいし、はい、でずっと番組お願いしてたんだけど、ある時体調崩されたって話でしばらく出てこなくなって、最近またね関西方面ではちょっとずつ復活をされてるという、はい、大学教授はそのまま肩書きとして残ってるはずですからという話を聞いて、健康回復されたんならよかったねって話なんですが、リン・オーファンさんの話は横へ置いといて、はい、違うんだ違うんですでもう一人最近出てきてるのが、はい、うちの土曜日の番組によくお出いただいてる龍谷大学の李相哲さん、李相哲さんっていう方で、はい、ですかね、方も非常によく、明快でいろんなことをご存知の方なんですが、先週うちの番組に出ていただいて、土曜日の朝、はい、でその後中国の丹東の延吉っていうところに行って、丹東、はい、まさに国境ギリギリのところ行って、中朝友誼橋のあるところ地震にあった、まさにこれすっげえ揺れたって。ああそうです、はい、なんかねシャンデリアがじゃらんじゃらん揺れてるみたいな映像がね、200キロ離れてて、だから200キロってどのくらいの距離かっていうと、ちょうど我々の感覚で言うとね、関西に住んでると名古屋よりちょっと遠いかなっていう感じなんですよ。実際の距離は違うかもしれないけど、私の東海道のイメージで言うと、一番東の端に東京があるとすると、一番西の端が大阪で、はい、ね、大体2対3ぐらいの位置関係に名古屋があるっていうぐらいな感じで、300キロ200キロ、だから名古屋で地下核実験やって、大阪のビルがぐらぐら揺れて、シャンデリアぐらぐらだから、これはすごいよ。そうですね、確かにね、そう考えると感心してる場合じゃないけどさ、それぐらいの威力というか、それがしかもコントロールできたかどうかも危ういと。そうで、160キロトン広島原爆10個分ですからね、はい、ということで、この威力だとおそらく水爆だろうと言われてます。でなんでかっていうとね、原爆はどうしてもね、規模的に大きくできる規模っていうのはある一定のところで決まっちゃうっていう、それ以上大きくできないって、それ以上大きくできるのは水爆で、水爆にするといくらでも大きくできるらしい、
私もまあね、よくわかりませんけど、自分で水爆の設計してるわけじゃありませんから、だからまあここは耳学問で、人から聞いた話を喋るしかないんですけども、飯田君も大体こういう話になるとそうだよね。いやいや、それは実際自分で核爆弾作れるわけじゃあるまいしっていう、ね、量子力学をやってたわけでもないので、うん、そうなんです。でやってた人は必ず作れるのかな。俺前ね、あなた原爆作れますかって何人かのこういう手の人に聞いたことがあるんですけど、大体理論は分かるらしい。理論的には設計図ぐらいは書けるけれども、本当にそれで爆発するかどうかはやってみないと分かんないっていう、だから核実験をやるわけですよね。で1回目の核実験が1トン未満ですよ、はい、1キロトン未満ですよ。1キロトン TNT 火薬換算、ちなみに TNT 火薬、はい、トルニトロトル塩、でどんな火薬、どんな火薬って言われてもTNT 火薬すごい火薬じゃ、ひだくん、なんですか、バカおお、大の隣に向かってお前バカとはなんだ、バカとは火薬には、はい、ほら、黒色火薬っていうのもあればね、TNT 火薬もあるし、はい、ね、プラスチック爆弾もいろいろあるし、で、TNT 火薬というのを、はい、まあまあ、要するに爆発力の基準にするわけだけど、はい、なんで TNT 火薬を爆発力の基準にするかというと、それを喋ろうと思って、今日はそれを喋る気満々で来て、はい、よし、今日はこれがメインだから、これ調べてから来ようと思ったんだけど、今日調べる時間がなかったんだよ壮大な振りをしときながらすいませんすいませんすいません、そうですね、笑ってる場合じゃありません、ひでえ話ですよ。だからね、核実験禁止条約っていうのは、はい、それは大切な世界でやっぱり結びたいと思うよ。全世界は核廃絶が願いだけど、はい、だけど全世界が核廃絶して北朝鮮だけ残ったらどうすんだよこれ。そういうことですよね。とにかくここの国核廃絶させないと、でももう完全に世界の流れとしては、はい、アメリカなんかもう何にもする気がないから、もう基本的に北朝鮮はもう核保有国として認めざるを得ないだろうって、ここまで来ちゃったら危ないからね、暴発してこんなもん爆発させられたし、だどうにもなんない。だから今北朝鮮が持ってる核爆弾の数を全部把握して、はい、で場所も把握して、で最初の一撃加われるときに全部の核爆弾を除去できるという自信があれば、はい、ね、あればなんかやる可能性はあるけれども、もう今となっては多分まあ30発ぐらいは軽く作ってるだろうなって言われてますから、それを、まあ、いろんなところに隠してて一発でも残ってるアウトだからね。そうなるともう怖くて手出しなんかできない、はい、期待するのは金正恩の斬首作戦じゃないけれども、トップだけなんとかね、それこそリビア方式なんだけど、はい、トップだけやっちゃって、あと下が従わないで、もう下はもう粛々とアトップいなくなったからもういいやって言って何もしなきゃいいんだけど、そうなるというのは希望的観測であってそうなるかどうかわからない。そうですね、まあこうなる前に何とかしとかなきゃいけなかったんで、もうこれ核爆弾持たれた瞬間にはっきり言っても北朝鮮にはどうにもできないよ、現実にアメリカでも国内でもう当たり前のように言われてるのは、まあパキスタンだってインドだってね、もうまあ核爆弾持って核ミサイルも持ってんだけど、まあ普通にしては使わないんだから、もう核保有国として認めて、じゃあまあそれで使わない方向で、使わせない方向で、核の恐怖でお互いの、バランスをね、抑止力論でバランス取りゃいいじゃねえかっていう議論にアメリカがなりつつある。もっと日本はどうする。いや、そういうことですよね。大体どんだけ腰が引けてんだって話は、はい、ミサイル発射した後ね、ミサイル発射するのがレッドラインだみたいなことが、まことしやかに言われてて、じゃあトランプ何やったかっていうと、はい、朝鮮半島に B-1B 爆撃機飛ばしましたっていうふうに、爆撃機飛ばしてそれがなんだって話で、いや、キム・ジョンウンはそれが嫌がってましたから、嫌がらせで飛ばしてみましたって、そんなことしかできないのかよ飯田君いや本当でもね、それこそアメリカに飛んでくる弾道ミサイルさえ配備しなければ手打ちすんじゃないかみたいな話まで出てきてますからね。ICBM ダメだから、そこがね、この週末、はい、週末、うんうんうん、最後にアメリカレッドラインを起こらすとすると、はい、まあ、本当にアメリカまで届く ICBM の発射実験をやって、これは届くだろって言った瞬間にさすがに切れるんじゃないのっていうのと、もう一つ最近は、はい、北朝鮮は明らかにアメリカだけを意識して嫌がらせをしてると、でもまあ独立記念日じゃないけれども、この間なんだっけ、9月9月の3日に実験を行いましたけど、ね、翌4日がレイバーデーという祝日でした、はいはい、だからその日はアメリカのマーケットは閉まってたけどね、でそれかその一つ前もなかったな、その一つ前が独立記念日7月4日も弾道ミサイル発射で、その前5月28日も確か弾道ミサイル発射しましたけど、この日もメモリアルデーという戦没者を、メモリアルデーは非常にアメリカでは非常に
アメリカではメモリアルデーっていうとですね、はい、ニューヨークあたりでは大きなパレードが行われたりなんかするんですよ。で日本でいうとあんまり印象ないと思いますけどね、アメリカではメモリアルデーっていうとデパートがこぞって大売り出しをかけるという、一番こう華やかな祭典の日にやるかって話でしょ、はい、で今言われて、まことしやかに言われてるのは、まあ、今日は9月9日で北朝鮮のまあ、独立記念日だからなんかやるんじゃないかって話なんだけど、次考えられるのは9月の11日、はい、9/11 じゃないのって言われてますけど、でもアメリカに実際1年住んで、はい、私が住んでた時には、まあ、9/11 の前ですけども、その後何回か 9/11、9.11 の後にアメリカ取材に行って、この 9.11 の、 あの貿易センタービルに旅客機を2つ突っ込んだことに対するアメリカ人の恨みっていうか、まあ、そういう経験記憶がないね。その前はリメンバーパールハーバー、はい、アメリカ人がやっぱりリメンバーパールハーバーで本気になって怒ったのは、アメリカ本土に対して外国が実際に、たとえねアメリカ全土でいやハワイなんか恥の恥なんだけど、でもやっぱりアメリカ本土に手をつけられたっていう怒りで、はい、極東で戦争すると、うん、同じ構図で 9.11 に対する恨みっていうのはアメリカ人ものすごいから、はい、この9.11に今までの記念日みたいな感じで、はい、また 9.11 に嫌がらせしてやるべって言って金正恩が何かやったら、その時のアメリカの怒りは本気になると思う、うん、実際 9.11 のメモリアルの会場見に行ったことありますか、ニューヨークの。あのね、貿易センタービルっていうのが2つ一番南のところのマンハッタンにニョキッと立ってたわけですよ、はい、あそこ にね、2001年の9月11日に旅客機が2つ突っ込んで上から炎上してこう崩れてる、はい、ちょうど夜の日本時間でやっぱり10時台の、うん、いわゆる当時、ね、久米宏さんがやってた報道ステーションじゃなくて、はい、ニュースステーションの最中で延々生中継っていう、あの映像を覚えてる方多いと思うんですが、今どうなってるかというと、あの四角いあった土台のところが大きな池が2つになってる、四角い池が2つなんです、その四角い池の2つがダーッと中に向けて掘り込まれてて、単なる池じゃなくて下に向かって掘り込まれてる池で、そこに下の中心部に向かってずーっと水が流れ込んでるのね。これを見るともう見た瞬間になんかゾゾッとするの、あの貿易センタービルが崩れ落ちていった様がそのモニュメント見ると蘇る。でそこのヘリのところの石に、あの 9.11 で亡くなった何千人の人の名前が、はい、一人一人の名前が全部刻まれてて、そこにアメリカ人の、まあ、今いわゆる観光客の皆さんがそこに行くよね。でメモリアルのあそこに行って、あの跡地のねできてるメモリアルを見た瞬間に怒りが再び湧き上がるっていう、あメモリアルの施設ってこういうものなんだなっていう、見た瞬間に平和を祈るとかなんとかそういうんじゃなくて、ここでされたことを忘れまじっていう意味ではすげえモニュメントだよあれは。一見いろんな意味で一見の価値がありますけど、その 9.11 にもしかすると北朝鮮は何かやるんじゃないのって、これやったら北朝鮮にとってはまさにレッドライン、北朝鮮は不用意に超えるかもしれないけど、そうなった時にはもしかするとさすがのトランプも動かざるを得ないんじゃないのかなと、はい、いう気がしますね。まあ、今のところその9月11日にで予定されているのは北朝鮮に対する制裁の決議ということで、アメリカとしては臨権もやるし、石油も禁輸する人かなり厳しい、最強の今アメリカ政府が出しているあの決議案を見ると、はい、柱3つあって、原油をとにかく入れないと、だけど原油入れないと、うん、北朝鮮はこれまあ崩壊まっしぐらだよね、うん、どうやったって、だからまあ中国とロシアはまず反対するだろうな、はい、繊維製品の輸出禁止、繊維製品ってやっぱり北朝鮮の生命線だから、北朝鮮の繊維製品ってまあ、これ言ってどうかな、うん、あのねもう時効だよ、はい、で今の話じゃないよ、まだあの少なくとも小泉訪朝の前だよ、うん、小泉訪朝の前で北朝鮮が拉致に手を染めていたということの証拠が上がる前だよ、うん、ね、割と私安けりゃいいっていうところがどっかにあるタイプで、ね、はい、であの大阪の京橋っていう駅のところに、今イオンになったけど当時ダイエーがあったんです、はい、で京橋のダイエーの紳士服売り場でスーツを見てたら、すげえいい生地のしっかりしたスーツを着てみたら体型ぴったりで9800円なの、これいいじゃんと思って見たら中国製じゃなくて北朝鮮製だったんだよ
へえ、売ってんですか。今はだけどもうかれこれ15年以上前だと思うよ。北朝鮮製の今はもうないよ、さすがに経済制裁してますから。そうですね、今だけど当時は当たり前に北朝鮮製の繊維製品日本中に出回ってて、それが結構クオリティ高くて、うん、その俺大体スーツって公演で結構忙しいからね、うん、まあ大体3、4年で着潰すんだわ。基本的に同じものを毎日着るタイプだからあっという間に膝とか抜けちゃってそんなに持たないんだけど、うん、その北朝鮮製のスーツは、はい、異様に持ったんだよ。異様に持った。これ一体なんでできてんのっていうぐらい、なんか特別なものが織り込んであるんじゃねえかぐらいな勢いでというぐらいに、今北朝鮮の繊維製品っていうのはそこからまだ15年以上経ってますから、まあ、そこからまたクオリティも上がってるでしょうから、これ結構ね途上国とかなんとか安いから、受けが良くて外貨稼ぎの柱になってるんだけど、これを止めるっていうことです、うん、でもう一つ外国への出稼ぎ労働者って、はい、ひでえ国だよな北朝鮮。だってさ、自国民をロシアとか中国に働かしに行って、それ給料の大半ピンハネするんだよ、はい、奴隷じゃねえかそれって。すごい額をピンハネする。国民を奴隷として海外に売り渡す国ってどうよこれ。という、これも止めるっていう、はい、まあ、これ本当に国連の決議が通って厳密に守れば北朝鮮は間違いなく崩壊するっていうか、息の根止まるよ、ね、まあ、国民生活も息の根止まる可能性があるけれども、はい、金正恩政権も多分息の根止まるかもしれない。だから最終的には中国とロシアは飲まないよねっていう、中国としては北朝鮮に崩壊されちゃう具合は悪いよな、北朝鮮に崩壊されて難民でもね、あの延吉のあたりに大量に入ってこられた日には、まあ、叶わないから今のままでいいんじゃないっていうふうに、また中国だけ原油止めてもロシアが原油供給すると中国の影響力が落ちるしな、変な形で崩壊されてアメリカが入ってきて、はい、朝鮮半島全域がアメリカの支配下に入ったら、それアメリカと国境接することになるのは嫌だよな、干渉地帯の北朝鮮は欲しいよなって思うと、まあ、とりあえず原油ちょっとぐらいはくれといてやっても、まあ、今のままの北朝鮮の方がいいわなっていうのが本音のところで、でもやっぱり北朝鮮の核実験って、はい、中国にとってはミサイルはいいけど核実験はちょっと待てよと、うん、お前どっち向いてやってんだよと、うんうん、ミサイルだってあのね、どっち飛ばすか分かんない、どっち飛ばすか分かんないって言うんで、こっち向く可能性もあるわけで、だんだん言うこと聞かなくなってくるし、だったらやっぱり金正恩はなんとかしちゃった方がいいんじゃないって水面下の話をして、みんなでなんとかしようっていうことになって、うん、あとは情報もですよ、はい、で中東あたりはやっぱりね、アメリカって中東系の人がたくさんいて、結構スパイも養成しやすいし、北朝鮮ほど国境管理が厳しくないから、なんか作戦する時でもイラクでも、まあスパイを送り込んで、要するにアラブ系の人でちゃんとネイティブのあのアラビア語喋れてっていうような人をスパイに養成して送り込んで、じゃあ例えばあのリビアのトップがどこにいるとかね、イラクのトップがどこにいるとか、軍事情勢どうなってるとかって詳細にこう分析をしながらピンポイントで爆撃とかできるけれども、はい、北朝鮮の場合はなかなか情報取りづらい。で北朝鮮のあの言語がエキスパートでできて、なおかつ潜入していって何かにあの偽装しながらあの スパイ活動ができるかっていうと、中東の国に比べてはるかにやりにくいとなると、金正恩がどこにいるか、あるいはその30個あるとするならば、その核爆弾がどこにあるかっていう詳細な情報が手に入らないと手つけられない、今の北朝鮮でいうとそういう情報がなかなか西側に漏れてこない、アメリカも手情報が入らない、だから結果的には何もできないっていう現状、そうそうは変わらないよね。でもまあ今日9月9日でしょ、はい、まあ、9月11日に北朝鮮が何かやらかしたら、それは一つレッドライン超えるよっていうことだけはちょっとここで言っとこうかなと思います。実際自分で核爆弾作れるわけじゃあるまいしっていう、いや、ね、量子力学をやってたわけでもないので、うん、そうなんです。でやってた人は必ず作れるのかな。俺前ね、あなたに原爆作れますかって何人かのこういう手の人に聞いたことがあるんですけど、だいたい理論はわかるらしい。理論的には設計図ぐらいは書けるけれども、本当にそれで爆発するかどうかはやってみないとわかんないっていう、うんうんうん、だから核実験をやるわけですよね。で1回目の核実験が1トン未満ですよ、はい、1キロトン未満ですよ。1キロトン TNT 火薬換算、うん、ちなみに TNT 火薬、はい、トルニトロトルエン、うん、でどんな火薬、どんな火薬って言われてもTNT 火薬すごい火薬じゃあ飯田君何ですかバカおお大の大人に向かってお前バカとはなんだバカとは
火薬には、はい、ほら黒色火薬っていうのもあれば、ね、TNT 火薬もあるし、はい、ね、あのプラスチック爆弾もいろいろあるし、で TNT 火薬というのを、はい、まあまあ要するに爆発力の基準にするわけだけど、はい、なんで TNT 火薬を爆発力の基準にするかというと、それを喋ろうと思って今日はそれを喋る気満々で来て、うん、よし今日はこれがメインだからこれ調べてから来ようと思ったんだけど、うん、今日調べる時間がなかった、うんだよ。壮大な振りをしときながら。すいません。すいません。そうですね、笑ってる場合じゃありません。ひでえ話ですよ。だからね、核実験禁止条約っていうのは、はい、それは大切な世界でやっぱり結びたいと思うよ。全世界は核廃絶が願いだけど、はい、だけど全世界が核廃絶して北朝鮮だけ残ったらどうすんだよこれ。そういうことですよね。ここの国核廃絶させないと、うん、でももう完全に世界の流れとしては、はい、アメリカなんかもう何にもする気がないから、うん、もう基本的に北朝鮮はもう核保有国として認めざるを得ないだろうって、ここまで来ちゃったら危ないからね。暴発してこんなもん爆発させられたし、だからどうにもなんない。だから今か北朝鮮が持ってる核爆弾の数を全部把握して、はい、で場所も把握して、うん、で最初の一撃加えるときに全部の核爆弾を除去できるという自信があれば、はい、ね、あればなんかやる可能性はあるけれども、うん、もう今となっては多分まあ30発ぐらいは軽く作ってるだろうなって言われてますから、それをまあいろんなところに隠してて一発でも残ってるアウトだからね。うん、そうなるともう怖くて手出しなんかできない、はい、期待するのは金正恩の斬首作戦じゃないけれども、トップだけなんとかね、それこそリビア方式なんだけど、はい、トップだけやっちゃって、あと下が従わないで、もう下はもう粛々とアトップいなくなったからもういいやって言って何もしなきゃいいんだけど、そうなるというのは希望的観測であってそうなるかどうかわからない。そうですね。まあこうなる前に何とかしとかなきゃいけなかったんで、もうこれ核爆弾持たれた瞬間にはっきり言っても北朝鮮にはどうにもできない。現実にアメリカでも国内でもう当たり前のように言われてるのは、まあパキスタンだってインドだってね、もうまあ核爆弾持って核ミサイルも持ってんだけど、まあ普通にしては使わないんだから、もう核保有国の週末、はい、週末、うんうんうん、最後にアメリカレッドラインを起こらすとすると、はい、まあ、本当にアメリカまで届く ICBM の発射実験をやってで、これは届くだろって言った瞬間にさすがに切れるんじゃないのっていうのと、もう一つ最近は、はい、北朝鮮は明らかにアメリカだけを意識して嫌がらせをしてると、でもまあ独立記念日じゃないけれども、はい、この間なんだっけ9月9月の3日に実験を行いましたけど、翌4日がレイバーデーという祝日でした、はいはい、だからその日はアメリカのマーケットは閉まってたけどね、うん、でそれかその一つ前もなかったな。その一つ前が独立記念日7月4日も弾道ミサイル発射で、その前5月28日も確か弾道ミサイル発射しましたけど、この日もメモリアルデーという戦没者を、メモリアルデーは非常にアメリカでは非常にアメリカではメモリアルデーっていうとですね、はい、ニューヨークあたりでは大きなパレードが行われたりなんかするんですよ。で日本でいうとあんまり印象ないと思いますけどね、アメリカではメモリアルデーっていうとデパートがこぞって大売り出しをかけるという、一番こう華やかな祭典の日にやるかって話でしょ、はい、で今言われて、まことしやかに言われてるのは、まあ、今日は9月9日で北朝鮮の、まあ、独立記念日だからなんかやるんじゃないかって話なんだけど、はい、次考えられるのは9月の11日、はい、9/11 じゃないのって言われてますけど、でもアメリカに実際1年住んで、はい、まあ、私が住んでた時には、まあ、9/11 の前ですけども、その後何回か 9/11 の後にアメリカ取材に行って、この 9/11 の貿易センタービルに旅客機2つ突っ込んだことに対するアメリカ人の恨みっていうか、うん、まあ、そういう経験記憶がないね。その前はリメンバーパールハーバー、はい、アメリカ人がやっぱりリメンバーパールハーバーで本気になって怒ったのは、うん、アメリカ本土に対して外国が実際に、たとえねアメリカ全土でいう、いやハワイなんか恥の恥なんだけど、でもやっぱりアメリカ本土に手つけられたっていう怒りで、はい、極東で戦争すると、うん、同じ構図で 9.11 に対する恨みっていうのはアメリカ人ものすごいから、うん、この 9.11 に今までの記念日みたいな感じで、はい、まあ、また 9.11 に嫌がらせしてやるべって言って金正恩が何かやったら、その時のアメリカの怒りは本気になると思う、うん、実際 9.11 のメモリアルの会場見に行ったことありますか、ニューヨークの。ね、貿易センタービルっていうのが2つ一番南のところのマンハッタンにニョキッと立ってたわけですよ、はい、あそこ にね、2001年の9月11日に旅客機が2つ突っ込んで上から炎上してこう崩れてる、はい、ちょうど夜の日本時間でやっぱり10時台の、うん、いわゆる当時、ね、久米宏さんがやってた報道ステーションじゃなくて、はい、ニュースステーションの最中で延々生中継っていう、あの映像を覚えてる方多いと思うんですが、今どうなってるかというと、あの四角いあった土台のところが大きな池が2つになってる、うん、
四角い池が2つなんです。その四角い池の2つがダーッと中に向けて掘り込まれてて、単なる池じゃなくて下に向かって掘り込まれてる池で、そこに下の中心部に向かってずーっと水が流れ込んでるのね。これを見る、自分で水爆の設計してるわけじゃありませんから、だからまあここは耳学問で、あの人から聞いた話を喋るしかないんですけども、飯田君も大体こういう話になるとそうだよね。いやいや、それは実際自分で核爆弾作れるわけじゃあるまいし、いや、ね、量子力学をやってたわけでもないので、うん、そうなんです。でやってた人は必ず作れるのかな。俺前ね、あなた原爆作れますかって何人かのこういうっての人に聞いたことがあるんですけど、大体理論はわかるらしい。理論的には設計図ぐらいは書けるけれども、本当にそれで爆発するかどうかはやってみないとわかんないっていう、だから核実験をやるわけですよね。で1回目の核実験が1トン未満ですよ、はい、1キロトン未満ですよ。1キロトン TNT 火薬換算、ちなみに TNT 火薬、はい、トルニトロトル塩、でどんな火薬、どんな火薬って言われてもTNT 火薬すごい火薬じゃ、飯田君なんですか、バカおお、大の隣に向かってお前バカとはなんだ、バカとは火薬には、はい、ほら黒色火薬っていうのもあればね、 TNT 火薬もあるし、はい、ね、あのプラスチック爆弾もいろいろあるし、で TNT 火薬というのを、はい、まあまあ要するに爆発力の基準にするわけだけど、はい、なんで TNT 火薬を爆発力の基準にするかというと、それを喋ろうと思って、今日はそれを喋る気満々で来て、はい、よし今日はこれがメインだからこれ調べてから来ようと思ったんだけど、今日調べる時間がなかったんだよ壮大な振りをしときながらすいませんすいませんすいません、そうですね、笑ってる場合じゃありません、ひでえ話ですよ。だからね、核実験禁止条約っていうのは、はい、それは大切である世界でやっぱり結びたいと思うよ。全世界は核廃絶が願いだけど、はい、だけど全世界が核廃絶して北朝鮮だけ残ったらどうすんだよこれ。そういうことですよね。だからここの国核廃絶させないと、でももう完全に世界の流れとしては、はい、アメリカなんかもう何にもする気がないから、もう基本的に北朝鮮はもう核保有国として認めざるを得ないだろうって、ここまで来ちゃったら危ないからね、暴発してこんなもん爆発させられたし、だどうにもなんない。だから今北朝鮮が持ってる核爆弾の数を全部把握して、はい、で場所も把握して、で最初の一撃加えるときに全部の核爆弾を除去できるという自信があれば、はい、ね、あればなんかやる可能性はあるけれども、もう今となっては多分まあ30発ぐらいは軽く作ってるだろうなって言われてますから、それをまあいろんなところに隠してて一発でも残ってるアウトだからね。そうなるともう怖くて手出しなんかできない、はい、期待するのは金正恩の斬首作戦じゃないけれども、トップだけなんとかね、それこそリビア方式なんだけど、はい、トップだけやっちゃって、あと下が従わないで、もう下はもう粛々とアトップいなくなったからもういいやって言って何もしなきゃいいんだけど、そうなるというのは希望的観測であってそうなるかどうかわからない。そうですね、まあこうなる前に何とかしとかなきゃいけなかったんで、もうこれ核爆弾持たれた瞬間にはっきり言っても北朝鮮にはどうにもできない。現実にアメリカでも国内でもう当たり前のように言われてるのは実は、もっと日本はどうする。いや、そういうことですよね。大体どんだけ腰が引けてんだって話は、はい、あのミサイル発射した後ね、ミサイル発射するのがレッドラインだみたいなことが、あの誠しやかに言われてて、じゃあトランプ何やったかっていうと、はい、朝鮮半島に B-1B 爆撃機飛ばしましたっていう、爆撃機飛ばしてそれがなんだって話で、いや金正恩はそれが嫌がってましたから嫌がらせで飛ばしてみましたって、そんなことしかできないのかよ飯田君いや本当でもね、それこそアメリカに飛んでくる弾道ミサイルさえ配備しなければ手打ちするんじゃないかみたいな話まで出てきてますからね。ああ ICBM ダメだから、そこがね、この週末、はい、ね、うん、週末、うん、最後にアメリカレッドラインを起こらすとすると、はい、まあ、本当にアメリカまで届く ICBM の発射実験をやって、これは届くだろって言った瞬間にさすがに切れるんじゃないのっていうのと、もう一つ最近は、はい、あの北朝鮮は明らかにアメリカだけを意識して、あの嫌がらせをしてると、でもまあ独立記念日じゃないけれども、はい、この間なんだっけ、9月9月の3日に実験を行いましたけど、翌4日がレイバーデーという祝日でした。はいはい、だからその日はあのアメリカのマーケットは閉まってたけどね、でそれかその一つ前も何かあったな、その一つ前が独立記念日7月4日も弾道ミサイル発射で、その前5月28日も確か弾道ミサイル発射しましたけど、この日もメモリアルデーという戦没者を、メモリアルデーは非常にアメリカでは非常に
アメリカではメモリアルデーっていうとですね、はい、ニューヨークあたりでは大きなパレードが行われたりなんかするんですよ。で日本でいうとあんまり印象ないと思いますけどね、アメリカではメモリアルデーっていうとデパートがこぞって大売り出しをかけるという、一番こう華やかな祭典の日にやるかって話でしょ、はい、で今言われ、まあ、今年やかに言われてるのは、まあ、今日は9月9日で北朝鮮のまあ、独立記念日だからなんかやるんじゃないかって話なんだけど、次考えられるのは9月の11日、はい、9-11 じゃないのって言われてますけど、でもアメリカに実際1年住んで、はい、まあ、私が住んでた時にはまあ 9-11 の前ですけども、その後何回か 9-11 の後にアメリカ取材に行って、この 9-11 の貿易センタービルに旅客機を2つ突っ込んだことに対するアメリカ人の恨みっていうか、まあ、そういう経験記憶がないね。その前はリメンバーパールハーバー、はい、アメリカ人がやっぱりリメンバーパールハーバーで本気になって起こったのは、うん、アメリカ本土に対して外国が実際に、たとえねアメリカ全土でいう、いやハワイなんか恥の恥なんだけど、でもやっぱりアメリカ本土に手をつけられたっていう怒りで、はい、極東で戦争すると、うん、同じ構図で 9.11 に対する恨みっていうのはアメリカ人ものすごいから、うん、この9.11 に今までの記念日みたいな感じで、はい、まあ、また 9.11 に嫌がらせしてやるべって言って金正恩が何かやったら、その時のアメリカの怒りは本気になると思う。実際 9.11 のメモリアルの会場見に行ったことありますか、ニューヨークの。ね、貿易センタービルっていうのが2つ、一番南のところのマンハッタンにニョキッと立ってたわけですよ、はい、あそこにね